はい、おはようございます。デベソライダー吉です。現在時刻6時41分です。朝早くバイク走らせてます。で本日はお墓参りですね。生口島までちょっとバイク走らせて、お盆のね、家族で行く墓参り前にちょっとまあ草抜きとかですね、ちょっとお墓掃除しに行きたいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日はね、四国沖、もう九州の方行ったのかな、台風が通過中だと思います。そのおかげで若干の風とこの雲ですね。たくさんの雲がおテントさんを隠してんでね、これそのおかげで涼しい。はい、この道大橋ですね。新しい方です。いつも向かい島に渡るのはこの古い方で渡ってますね。で、しまなみ海道はこの新尾道大橋ということですね。尾道の街も朝静けさですね、これは。すがすがしい、ほんと気持ちいいですね。さあ、因島大橋が見えてきますよ。あ、しかしこの RT、夏は暑いね。このフェアリングのおかげで風が全く当たらないしね。見事です。でもね、あの便利機能たくさんついてます。暑い分、オートクルーズがついて、クルーズコントロールじゃないな、まあ、スピードを一定に保ってくれます。おー、船が行ってるね。そのおかげでアクセルグリップからまあ手を離してこうやって涼むこともできる。見事です。はい、前方にはちょっと注意して。いいですね。よいしょ。おお、前にはでっかいラフター走ってるね。何トンだろうか、50トン以上あるのかな。すごいね。でもこの車もすごいよね。これ走るのにエンジン積んでますけど、駆動はエンジンからそのままドライブシャフト、回転をタイヤに伝えてるわけじゃないんですよね。これが全てね、油圧でこの車動いてますんで、はい、ブームを伸ばすのも油圧、はい、旋回するのも油圧、ハンドル切るのもシリンダーで油圧、タイヤを回してるのも油圧モーターいうことで、油圧だらけの、機能を積んだ車なんですね。これすごいよね、ほんと。はい、墓参り済ませたんですけども、雨降ってきましたね。さすがにやっぱり台風通過中なんだろうね。はい、雨雲に、ちょっと覆われているような状況です。雨本格的に降ってまいりました。ですね、因島降りてですね、八朔大福買いに行こうと思ったんですけども、ちょっとこれは雨やみそうもありません。やはり台風の影響でしょうかね。はい、ということで、スクリーンの中伏せてですね、雨に濡れないように。うわ、あっちの方は降ってるね。はい、ちょっと、家目指してます。さあ、帰ってまいりました。雨降ってるんでね、バイクこれ以上走らせれないんで、はい、バイク維持やっていきます。よいしょ、燃料フィルターです。ガンマの燃料フィルターね、ここへ、こんな感じで、ね、入ります。
さあここまで、はい、フレーム組み上がりましたよ。よし、よいしょ、ね、ちょっと外装仮組みしていきますかね。ふふふふ、傷つくのね。ちょっとね、仮ですよね。タンクのここらゴムブッシュ入れてないんで仮です。どうや、やっぱかっこいいね。ここまで仕上げてまいりましたよ。どうですかね、外装仮フィッティングしました。色を今悩んでます。この色もワークスカラーの白は多いね。黄色と映えるね。とあとこれね、東京 SBS の赤ということで、ここを赤に塗ろうか今悩んでます。まあね、ホイールに合わせてキャンリーレッドを塗るか、広島人なんで広島のマツダソウルレッド、メタリックレッドですね、これを塗っていこうか今悩んでます。いや、まあまあまあこんな感じかな、外装仮フィッティングです。どうやろうか、Vガンマのパラガンです。ね、あとはこういったラジエーターの当たるとこカットしたりね。で、細部詳細にセッティングを煮詰めて参りたいと思います。はい、そんな動画でした。午前中はね、墓参り中途半端になりましたけども、昼からはガンマ
作業できました。本日もご視聴のほどありがとうございました。